はい、皆さんこんにちは、宅飲みグルメのおくんです。ということで今回の動画なんですけれども、ビビンバ専門店を閉店することになりました。はい、ということで、皆さんね、おいお前は何を言ってるんだと思われるかもしれないんですが、実は僕ですね、ビビンバ専門店というのをですね、ひっそりオープンして皆様にお披露目することなくひっそりと閉店してたということがありましてですね、ちょっと今日はそのことを語らせていただこうかなと。もうね、焼け酒でございますということで、ね、もう視聴者さんもね、もう意味がわからないと思うんで、何が起こったのか全く理解ができないと思いますので、なぜそのビビンバ専門店をオープンしたのか、そして何があって閉店に至ったのかっていうところをね、もうちょっと一から、ご説明させていただこうと思います。ということで今日はね、積もる話もあるということで、ちょっとロング缶でいっちゃいたいと思います。こういう時はね、もうクッと飲むに限りますよね。うまいビールをクッと飲む、それが一番ですから。いや本当にね、僕もこんな風にはなると思ってなかったんですけれども、もうねこの話をさせてちょっと成仏させてください。今回はですね、カオルエールの限定缶、プレミアムモルツ鈴の音エールでございます。それでは飲んでいきましょうかね。乾杯。くー、たまんねー。いや、このね、一事業を終えた後のビールはうまいっすね。はい、ということで、鈴の音エールってことなんだよ。結構このプレミアムモルツのこの重厚なホップ感もありつつ、すごい飲みやすくてね、めちゃめちゃ美味しいです。はい、スルスルいけちゃいますね。うまい。ということでね、ちょっと順を追ってご説明させていただきたいと思うんですけれども、まずね、まあ、大前提として先ほどもお伝えしたんですけれども、ビビンバ専門店をやっていましたと。で、どういう形でお店をやっていたのかと言いますと、これがですね、今の、ガチで濃いやつ、まあ、ガチ濃いラーメンをですね提供しているのと同じデリバリーで提供していたんですね。で、デリバリーで、下北沢の方で店舗を出させていただいて、で、そこでデリバリーで提供するみたいな形になっていたんですね。で、まずですね、なぜこのビビンバ専門店をやっていたのかと言いますと、実は今やっております、まあ、ガチで濃いやつっていう二郎系ラーメンブランド、ガチ濃いラーメンの前に、このビビンバ専門店、奥の亭というのをですね、やっていたということになるんですね。これがね、なぜビビンバ専門店なのかと言いますと、僕の YouTube の動画で、脱法ユッケってあるじゃないですか。お店でのユッケの提供基準、この規約の目をかいくぐって提供するとしたら、まあこういう風な形になりますよみたいな、まあ一応そういう動画を出させていただいて、でこのありがたいことにね、脱法ユッケのレシピを使った動画、いろんな YouTuber さんが出していただいてですね、あ、これはいいなと。やっぱりユッケって皆が興味あるもんだし、皆が食べたいなって、心のどこかで規制されてしまったけれども、常に食べたいなと思うものに違いないという一応仮説を立てまして、さらに、僕がですね、もともと焼肉屋で高校生の時にバイトしてたんですけれども、その焼肉屋で提供されたのがユッケビビンバだったんですよ。で、このユッケビビンバ美味しくてですね、この生肉の味わい食感、そしてこのビビンバのピリ辛なね、コク深いこのビビンバとこれをグッと混ぜてね、食べる。これが最高でね、もう本当に毎回のバイト終わりにそればっかり食べてたみたいな。まあそういう過去があったりもしたんですけれども、まあやっぱり Uber Eats みたいなデリバリーで提供するとなって、やっぱご飯物の方が頼みやすいなと。まあおつまみを提供しようっていう案もあったんですけれども、そのおつまみやっぱデリバリーでその都度その都度なかなか頼まないよねみたいな感じになって、それだったらまあビビンバを提供しようみたいな流れになりまして、合法ユッケとホルモン刺しの奥の亭というね、ブランドで商品を提供させていただくっていう形になりました。これがね、もう本当に美味しくて、この、まあ、ユッケをですね、上に乗せた、まあ、ユッケビビンバを主に提供させていただくんですけど、このユッケも、まあ、どの肉の部位を使うだったりとか、何産の肉を使うだったりとか、低温調理をすることになるので、何度で何時間火入れをするだったり、そういうところも、何度も何度も試作を重ねて、もう最高のですね、低温調理ユッケが出来上がったと。で、そしてですね、ユッケビビンバだけじゃありません。ここではですね、ホルモン刺しとある通り、いろんなですね、ホルモンを低温調理して、どれが美味しいか、どの温度が美味しいかみたいなことをいろいろ、試作しまくってですね、トンタンとですね、千枚、こちらをですね、提供させていただいていたんですね。で、このトンタンもね、ネギ塩だれの試作から、そしてちょっとピリ辛味噌だれみたいなのの試作もしたりとか、あとこの千枚刺しも本当に美味しくてね、めちゃめちゃ柔らかい、すごい美味しい千枚ができて、これはいけるぞと。もうビビンバも美味しいし、そしてサイドメニューのトンタンの千枚もめちゃめちゃ美味しいと。いやもうこれはいけるに違いない。
ね。そこからね、試食会も何度もいろんな方を招いて行ったりとかして、結構評判も上々でですね。そしてしっかりとね、この見てください、この美味しそうな商品写真、こうやってねしっかり写真も撮って、もうこれはいけるに違いない、もう絶対にこれ売れるだろうと思って、 Uber のサイトにですね、リリースしました。したんですが、これがねなかなか売れず、そしてこう売れないとこの商品自体の評価もされないし、こうブランドの名前も広がっていかないし、そもそも Uber のタイムライン上に上がってこないというか、お店の中にも全然出てこない、埋もれちゃってる状態なんですね。そのためですね、4ヶ月一応出してたんですけれども、11月 77,640円、12月 63,480円、1月 3,960円、2月 11,080円で、合計 155,890円、なんとですね4ヶ月で、15万円しか売れずに、あえなく閉店ということになりました。いやね、そらそうだろうと、まあなんて言うんだろうな、実際その結構ね低温調理をしたりとかするんで、コストがね結構かさんでたんですよ。ビビンバ一杯で確か1600、700ぐらいだったじゃないかな。いや、それはちょっといただけないなということで、なかなかそもそも売れずに、もう会えなく閉店ということになりました。いやー、これね、あっという間でしたね。はい。もう、笑うしかないです。そんなことがありましたと。まあね、その失敗っていうのはまあ別に悪いことではなくて、ここからですね、まあ何が悪かったのかっていうのを、この今一緒にやらせていただいているミルデリさん、そのミルデリさんがその奥の手をやっていた時にもバックに入っていただいて、いろいろ商品開発とかねお手伝いしていただいていたんですけれど、ミルデリさんと一緒に、まあなんで売れなかったのかみたいなところをもうめちゃくちゃいろいろ議論した結果、まあやっぱり元々のしっかりとした需要がないとまず買ってもらえないよねっていうところだったりとか、あとまあリサーチ不足は結構でかかったかなと思いました。低温調理ユッケみたいなのはまあ確かに動画ではちょこっと見たいなとは思うけれども、あえてそこ食いたいなってみんなが思う、そもそもユッケってものが日常的になかなか触れづらいところにもあるにもかかわらず、それをあえて選ぶことってあるのかなみたいな、まあ、そういうことがあったりとか、あとはですね、まあ僕といえば何かじゃないですけど、まあ確かにおっくん低温調理とか、まあ生食みたいなのもいろいろやってるけども、それって商品として食べたいんじゃなくて動画として見たいよねみたいな、まあそういうところとか、まあいろいろ議論しまして、第2弾今ねリリースさせていただいてるガチで濃いやつ、このガチ濃いラーメンをねリリースするに至ったというわけでございます。いやね、もう本当にね奥の手準備大変だったんですけれどもね、もうここまで商品を売ったのは11、12、12の4ヶ月間だったんですけれども、その前も結構時間かかってまして、だいたい1年ちょっと前、まあ6月ぐらいから企画自体は動き出し始めてまして、そっからも試作を何度も行ったりとか、ロゴを調整したりだとか、まあそういうことをずっとやって、6月から11月なんで5ヶ月間か、5ヶ月間調整してやっとオープンしたんですけれども、なかなか売れず、あえなく4ヶ月で閉店ということでね、まあ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 甘く見てましたね。まあちょっとそれに尽きるんですけれども、まあ、非常にいい経験ができたなと、まあそれのおかげで今のガチ恋ラーメンがあるんだなというふうに考えれば、ポジティブに考えれるかなというふうにも思いました。はい。いやね、でもなんかやっぱそういう試作みたいなのをしてるのはすごい楽しかったですけどね、ああでもないこうでもないって、いろんなパターンをみんなで食べながら、これだったらいけるんじゃないみたいな、あのちょっとね、あ、いいものができた時のおーってした感じもすごい良かったんですけれども、いい商品ができた時、いい撮影ができた時みたいなね、すごい良かったんですけれども、まあ閉店するに至りましたと。そしてですね、今回ガチで濃いやつというガチ濃いラーメンをねリリースするに至るまでですね、やっぱりその足りなかった部分、実際その試食会も何度か行っていたんですけれども、ちょっともうちょっとその食べ物としての精度、美味しさっていうのをどんどんとことんとことん追求したいよねっていうところと、あとその奥の手のユッケビビンバそもそもの商品が結構高かったので、そこもちょっと圧縮したいっていうところもありまして、もう試作に次ぐ試作、そして試食に次ぐ試食みたいな、ところをやりまして、商品のリリースまで至ったわけなんですね。そしてですね、ガチ恋ラーメンのこのベースのレシピ自体は僕が一番最初に作ったんですけれども、そこでですね、やっぱりミルデリさんだったりのみんなの共通認識としてあるのは、やっぱり
り少しでも安くお客様に提供したいよねっていうところがやっぱりベースとして一番あるので、この奥の手の反省も踏まえてですねありましたんで、そこからですね鬼の試作といいますか、このお醤油このお醤油じゃダメなのとか、このみりんこのみりんに変えてみるとか、じゃあみりんじゃなくて砂糖に変えたらどうなるとか、まあそういうですね、もうとにかくコストカット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 、そしてですねスープもどういうスープにしたらなるべく安く、そして究極に美味しいものを提供できるかと、そういうところまでですねもう詰めに詰めまくって、今回のですねガチで濃いやつのガチ濃いラーメンがね生まれたわけなんですね。まあだからこそやっぱりね EC とかでご購入いただく皆様にはですね、もう本当に高評価をいただいてですね、 X とかねハッシュタグガチ恋とかで検索していただくと結構ポジティブな、評価をたくさんいただいていて本当にありがたいなと思うわけなんですけれども、やっぱりその裏にはですねもうスープから麺からチャーシューから油からもうとにかく細かいところ細かいところまで詰めに詰めまくって、できた本当にですねみんなの努力の結晶があの一杯になってる、そういうことなんですね。いや本当にねよかったよかった本当に。だからまあ奥の手が失敗してなかったらそのコストカットのところとかの意識もちょっと薄れてたかもしれないし、あとその需要のところもしっかりと深掘りできてたかどうかも分かんなかったりするので、いやーねまあなんだろうな、まあ、それがあったからこそ今のこのガチ恋ラーメンをね自信を持っておすすめできるものに仕上げることができたと本当にねそう思ってます。いやよかった、いいね。そしてですねこのガチで濃いやつは EC 販売、もうオンライン販売だけじゃなくですねデリバリーってところでもしっかり販売させていただいているんですけれども、まあ、売り上げもですねめちゃめちゃいいってわけではないんですけれども、ある程度ね売り上げが立てるようになってきておりましてですね、現在17拠点で、Uber で提供させていただいております。ただここで満足するわけじゃなくて、やっぱりもうちょっと美味しいものが作りたいよね、こうしたいよねみたいなのがもうどん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 出てくるわけですよね。そういうのをですね結構日々、議論してですねどんどんブラッシュアップしている最中でございます。で毎回毎回のね販売期間結構不定期の期間限定販売なんで、まあ今食べたいよって思われる方もいらっしゃるかもしれないですけど、ちょっとまだ今注文ちょっとできなくてですね、次の再販が9月頭に来るかどうかぐらいなところでですね、ちょっと明確なことはお伝えしかねてしまうんですけれども、またですねよりパワーアップした、ガチ恋ラーメンをね、ご提供できる予定でございますので、ぜひ楽しみにお待ちいただければなというふうに思います。次もですねもうめちゃめちゃ美味しくアップデートする予定ではありますので、ぜひご期待ください。より美味しい二郎系ラーメンをお届けさせていただきます。ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。いやこの商品開発ね楽しいね、好きなものを作るっていうのはもう最高っすからね。これからも頑張っていきます。